本田さんが茶髪ジーパンで僕を訪問して先生に怒られた話は本当ですか？マジで初耳ですね。何の話かっていう。僕はどこで誰に怒られたんでしょうか？記憶にないですし、多分怒られてないと思います。これは僕は忘れてるとかじゃない。